相模沼田駅は神奈川県南足柄市沼田にある伊豆箱根鉄道大小山線の駅。駅番号は ID07 相対式ホーム2面2線を有する地上駅。東側のホームに小田原方面、西側のホームに大小山方面の列車が発着する。2つのホームの飯田岡方には共に階段があり、それを降りたところで校内踏切りが両ホームを結んでいる。 駅本屋は西側のホームの飯田岡方西側にあり、改札口が校内踏切に直結する。その他、東側のホームの飯田岡方にトイレが駅本屋の飯田岡方に伊豆箱根鉄道大大山宣言機宿の建物が置かれている。1981年2月地区の駅本屋は2階建てで、1階は駅事務室及び待合所、2階は 職員用の会議室となっている。この内部には自動券売機と乗車票発行機が一台ずつ設置されているほか、定期券などを販売する窓口も設けられている。終日、社員の配置される直営駅である。IC カードをタッチする簡易改札もある。各年度の1日平均乗車人員は下表の通り、駅周辺では 小田原市と南足柄市の市境が作綜しているが、駅は南足柄市沼田に所在する。駅の西側を県道74号が走り、東側を仮川が流れる。駅近くに工業工場があるが、主に住宅地が広がる。駅周辺の旧跡としては、西約400メートルのところに、天野安影の墓のある、ことぶき伝三世年寺があるほか、 八乙女神社や沼田城市なども存在する。県道74号上に沼田バス停が置かれており、以下の路線バスが発着する。ありがとうございます。